は先に上がってるからお前も早く上がってこいよナビレットさてよし同性のクジラはもういない邪魔はなくなったなお前の力に含まれた成分もやっと嗅ぎ分けられるようになったぞこの星の最初の古竜の剣能そこに 神の呪いにも似たものが加わっているとても新鮮だうむ一体何だったか記憶にはあるはずなんだが何を言っているか全く理解できないのだがああ思い出したなんだ答えは簡単なことやもしれんさてはお前 第三降臨者の遺骨を持っているな遺骨そんなもの聞いたこともないがふむお前たちのよく使う言葉で言うなら確か「神の心」と言ったか確かにホカロルスの神格が消え去った後神の心は私に預けられたしかし君が今言ったことについては 間違いなく初耳だ私は幼い頃から師匠について武術を学び地上に戻ったことがなくてな触れる情報はほとんどが極悪期によるものだっただからかもしれん元より人類の上位にある存在だから彼の常識も当然人とは異なるそのせいか私たちと人類との交流には いつも多くのズレが生じるんだ。そのことはともかく、不吉なものは、災いが起こる前に消した方がいい。人が生きることは、本来であれば、祝福されるべきことだ。しかし死んでしまえば、本人とこの世の間にあった無数の関わりは、やがて呪いとなり果てる。何が言いたい そう身構えないでくれただ個人的な感想を言ったまでだこれは私が地上に戻りたくなかった理由でもあるがな君の言う第三降臨者とは一体誰のことだまたそれはいつ死んだのだ師匠は私に何も教えてくれなかったおそらく私にとって大して重要なことではなかったからだろう だが興味があるというなら今度師匠に聞いてこよう今度また会えるのかうむああそういえば私には弟子が一人いてな何かあればあいつに伝えさせよう